ホワイトアルバム248回目です。前回マリさんルートに進もうって思ってやってたら、なんかよくわからんぐちゃっとした感じになっちゃったっていうところからなんですけども、自分があの時導き出した結論が次の選択肢へってひたすらやってたから、なんかイベントを見逃しちゃったんだっていう風にエンディングで考えたんだけど、でもこれ後から動画を編集してる時に気づいたんですけど、違う、そうじゃないっす。例えば今これちょっとできないかな、例えばここで次の選択肢へってあるじゃないですか。で、下にちっちゃく書いてあるんだけど、次の選択肢へスキップします、米未読テキストがあればそこで停止しますってちゃんと書いてあるんだよね。ってことは、前回イベント見てねえよっつってやり直したけど、次の選択肢へが悪いわけじゃないんだ、俺が選択肢を間違えてたんだっていうことに後から気づきました。マジか、俺どこで間違えてたんだろう。とりあえずじゃあ、だから今も次の選択肢へで進みます。これでなんかイベントが勝手にスキップされちゃったんだって思ってたけど、そうじゃないんだな、ここは関係ないだろう。心当たりがあるのがやっぱり、本ができて渡したんだよね。あ、違う、渡さなかったんだよね。あ、違う、一冊もなんだっけ、マリさんにとにかくいらないですっていうふうに断った、あそこの選択肢じゃないかなって思ってるんだけど、わかんない。美和子さんっていうのが、ここも関係ないだろう、メールを送るセスナーだから。美和子さんっていうキャラクターを出さないといけない。で、なんだったらセスナーとのクリスマスの後に、前回は編集部に行けなかったんですよね。あそこもやっぱおかしかった、流れ的にマリさんルートなら編集部行かないと、あ、ここは絶対引き受けるで合ってると思うんだよ。対するは違うよね、引き受けるよ。なんかこの後の会話も良かったし、マリさんが恋の傷は恋で癒せみたいな、なんかそんな言うやつも良かったから、ここじゃないんだよ。なんか久しぶりに選択肢で詰まってるここも見送る。どこなんだ。ホワイトアルバム1作目でもこんなに選択肢で詰まるってことなかったから、いつ以来だろう、トゥーハート1作目以来。あ、ベッドで寝かせる、叩き起こす、いや叩き起こすでいいよな。どこだろう。あとさ、泉の選択肢で1個んっていうのがなんか途中はあったんだよ。あー、ここもな。刹那のドラッグパーティーの後送る。でも送るルートは小春ちゃんルートの時それこそ見たけど、特にマリさん関連というか何もないもんね。ここはだから普通に見送るで小春ちゃんルートに入らないようにした方がいいと思うんだよな。やべえ、どんどん日数が過ぎていく。いつ美和子さんに会えんの。あ、ここか。あれ、でもこれもさ、カズサとのことを終わったことですつって、終わったことですで会ってた気がするんだよ。反応良かったもんね、それこそ前回。ここだっけ、恋の傷は恋で癒せって。ここだったかもしんないけど、多分2でいいんだよな。この先って何があったっけ。あ、ここちょっと気になったもん。これってなんだっけ。用事ある。今日いい年、できれば週末にまたこっち出てきたくない。打ち上げ、いや違う、勉強会か。金曜日、今日は金曜日だよ。金曜日だから毎週金曜日は介護者のバイト、今週土曜日は杉浦がグッディーズの早番。これだ。あのね、ここ確かに前回一瞬なんだっけなと思ったんだよ。介護者は休もうと思えば休める、
そうか、そういうことか。だからここでグッディーズにグッディーズを取るか海洋車を取るかっていう選択肢がここだったんだ。つまり2だ、正解。1だとグッディーズルートなんだ。うわー、これはとりあえずしおりがついてる方って考えてたから、前回はこれ気づかなかったわ。でもやっぱここなんか違和感感じてた。こっちだわ。やっぱ明日にしてくれないか、海洋車行く俺。マジ泉やってくれたな。あーでもよかった、絶対ここだわ。明日でもいいって言ったよな。どうしてもってならとも言ったよ。絶対に外せない用事でもあるわけ、うん、私と二人きりで一夜を明かすよ。海洋車に行くんだよ俺は。マリさんルートに来てんだよバイトがあるんだよ。だからさりげなくツッコミどころ満載なザレ言を吐くなそのツッコミの鋭さが春樹の心の健康のバロメーターだからね今日もいい黒さだ。人の言動を排泄物みたいに扱うのはやめてくれしかも普通は黒いと健康的に問題あるだろう。ね、結局バイト外せないわけ。行くよ俺は海洋車。今の時間まで春樹のこと待ってたのに。ちょっとな、いつも忙しいバイト先で。本当のところは先週末のピークを過ぎて俺がバイトを始めて半年間で多分一番休みやすい日。まあ編集部の他の人たちは年末進行とかいう呪文を唱えながらゾンビとかしていたけど、いやまあそれはともかく。お、あ、ほらもう。お前が思っているよりもずっとお前のことを心配しているつもり。こんなマリさんの回想が出てくるくらいならこれだわ正解。これで美和子さんが出てくるんだきっと美和子さん誰なんだよ、早く会わせてくれ美和子さん。めちゃくちゃ忙しいところなんだ。週末なんかは平気で朝まで働かされるし。そんなセリフをやたら嬉しそうに言うね春樹ってやっぱ M かもな。3日に一度はこき使われてないと逆に健康を損なうかもしれないしななるほど、ここだ、見つけた、よかった。あ、で海洋車来た。あ、よかった、変に詰まることなくて。これも既読にならないもんね、スキップならない。やった。じゃあちょっと一回ここでセーブデータ作っとこう。セーブしときます。はい、セーブ OK です。行きましょう。俺の作ったマクロ使ってくださいってあれほど。俺には使いマクロとか作れんのか。頼むよ。わかりました、元データファイルサーバーに置いといてください。いつまでにいります？金曜の24時なんだけど。現在の時刻が24時30分の場合はどうすれば？あー、ダメー。浜田さん、北原くん取っちゃダメ。私の頼んだ仕事が先。鈴木さん、ダーリンって呼んでくれ俺のこと。なに？お前上司に向かって生意気だぞ。こっちは本当は昨日がデッドだったんだからな。私だって締め切り2日も分時してますよ。鈴木さんの方今終わりました。だから喧嘩はやめてください。俺の記事の注釈付けはどうなってる。大変だなここはあ、そっちは俺がやってます。あと2時間ほど見てください。2時間だと？おい北原、お前松岡のヘルプ回ってくれ。こっちはリアルに印刷所待たせてんだよ。ふざけんな。お前が今やってるのなんか5万も出ない増刊だろうが。プライオリティが違うんだよプライオリティが。どんな、たとえ100部しか刷らない本だからって手を抜くのは許さないって。マニアックなやつなの？俺に叱ってくれたのは浜田さんじゃないっすか。タモリクラブとかに出るようなマニアックなやつなの？何年前の話だよ。仲良くしましょうよ皆さんのんきだなこいつ。そもそもそのエピソードは年数を経ても色褪せないくらいいい内容なのに、今の浜田さんの一言で台無しに。さっきも言ったけど現在午前0時30分、海洋シャビル3階、海洋グラフ編集部の夜は長い。年末進行というのはかくも人の心を蝕むものなのか。お、ただいま。お、みんな頑張ってるね。マリさん、お疲れ様です。マリさん、お疲れっす。はは、みんながピリピリしている時に一人だけテンション高いと場の雰囲気がますます悪くなるな。
こっちは入校終わったやったマリさん、なんか週末休みなんか空気読めねえなマリさん、しかも一人だけミッションコンプリートとなれば。ああ、もう今回はやばかったな。たまんないわよね、年末とかお盆とかって。大型連休なんてこの世からなくなってしまえばいいのに。さらに今リアルタイムでヤバい人たちの前でそんな懐かしそうに振り返ってしまった日には、それ以前に言っていることがいろいろと不穏だし。さて、早く終わったし明日は来なくていいし、今からどうしようかな。なら手伝えよというオーラがみんなの見解から漂っているけど、面と向かってマリさんにそれを言える人はいない。何しろここにいる誰よりも多くの記事を担当してて、ついさっきまで誰よりもフル回転していたことは誰もが認めるところなんだから。今から飲みに行く人は。あ、行きたいこの空気それほどの大仕事をこなした後だからこそ、ものすごくホッとしたに違いない。周りの空気が読めなくなるほどに。飲みに行く人。行きたいな。あ、俺の。お前は行くな。何でもないです。ちょっと何？みんなノリ悪いな。いいじゃないたまには。あのマリさん、仕方ない。ここは俺が憎まれ役になるしかないか。何しろマリさんの機嫌を損ねてもバイトの俺ならそれほど仕事に支障も。実はですね、仕事が終わってるの。マリさんと北原くんだけなんですよ。え？で、勇気を振り絞って立ち上がった俺に鈴木さんが援護射撃をしてくれたと思ったら、俺の背中に見事命中してた。え？北原だけ？というわけなんで、マリさんお疲れ様でした。あと北原くんも。行かせようとしてる。なんかさ、鈴木さんこの前なんかマリさんが告ったっつって一人すごいテンション上がってたんだよね。でも俺、浜田さんのは私がやっとく。手順知ってるし、その代わり自分の方を手伝ってもらうから。なんか面白い勘違いをしてくれていそうだな。だな、こっちは適材適所でなんとかする。というわけで北原も適所に収まれ。俺のどこが適材だと？マリさんと二人きりで酒を飲む人材として。いいですよねマリさん、それで。北原もそれでいいよな。今日はお疲れ様。なんかなんだこの感じ。あのマリさん、行こうか北原。それじゃあお先に。あ、そんなわけでみんなを救うために憎まれ役になるはずだった俺は、いつの間にか方向性を間違えて生贄というか役得というか、なんだか微妙な立場に追いやられていた。鈴木さん、行ったなんだよこれああ行ったな。もうみんなの噂になっちゃってんのこれ。ねえ、まだ決めてたでしょ今、北原くんと二人きりってなっちゃったらさ、記事書かれちゃうんじゃねえのあの人のああいう顔初めて見た。ほら、だからこの間見たって言ったよね、マリさんが北原くんのこと口説いてたって。なんかどこの職場でも恋バナは盛り上がるな本当。マジかよ、あの風岡と学生バイトっていきなりハードル高すぎね。高いな。どっちのどっちの。あ、どっちも。皆さんこういうことになると急に仲直りしますね。ねえ、みんな職場内恋愛の話題は好きなんだな。刹那じゃないか。刹那のメール。そうなんだ、春樹くんの書いた記事が採用されたんだ、すごいね、おめでとう。でも関係者にコネがあったから声かかっただけなんて付け加えるところが春樹くんらしいよね。そんな風に言い訳したってしょうがないよ。春樹くんが掴んだチャンスを自分の努力でものにしたことに変わりないんだから。それに春樹くんがどんに否定したって、私は春樹くんすごいねってしか思わないんだから。だから私にはもっともっと自慢してほしいな、わがままでいてほしいな。あ、話がそれちゃったね。それでいつ出るのその雑誌、氏名と発売日教えてね、絶対買うから。これで出版社の人に認められるといいね、また次の大きな仕事をもらえるといいね。
春樹くんの目標にまた一歩近づいたね。私も自分の目標を叶えるために頑張らないと。って、まずはその自分の目標ってやつをはっきり決めないといけないんだけどね。それじゃあまたね。今日はこれ送ったら出ます。それと、昨日は2通目ありがとう。おやすみなさい。切なぁ。あ、何ここ初めて。ちょっと電話が長引いちゃった。いつもの居酒屋じゃないんだ。いいね。綺麗なおしゃれなバー。ロイヤルキング。へぇー。飲み物何にします？それじゃあ最初の一杯だけはビールで。店に着くなりマリさんの携帯が鳴った時には二人して飲む前にお開きを覚悟したものだったけれど、ちゃんとアルコールを注文したってことは今の電話浜田さんの絶叫でも木崎さんの演奏でも鈴木さんの組合でもなかったようだ。いいね、おしゃれなバーで上司と二人で。あら、あ、これ後で一人合流するから。一人合流？沢子だろ。沢子ここで来るのか。なるほどな。これいい CG だな。マリさんセクシーだな。これよく見るとすごいミニスカだね。マリさんのスーツね、ミニスカ黒タイツ、こう不死だらな上司やで。もう一人合流、今の電話ですか？沢子さんでしょ。なったから今から朝まで飲むつもりで誘ってきたんだって。女として終わってるわよね。そうですか。どっちがとあえて聞かないというか聞けるわけない。だいたい向こうも早く上がったって。今は午前1時過ぎ。マリソンの周りにはこんなワーカホリックな人間しかいないんだろうか。北原とは初対面だからちょっと悪いかなとも思ったんだけど。初対面だけどなぜか名前は知ってるんですよね。沢子さんね。構いませんよ、賑やかな方がいいです。そう、よかった。大学生の男の子と一緒にいるって言ったら、絶対に行くってうるさくて。あいつ、そりゃどうも。一体それはどんな期待を胸に秘めての参加表明だったんだろう。とりあえず今のうちからご期待に添えなかった時の謝罪でも考えておくか。でも、よかった。正直助かったなって思うところもあるのよね。二人だと気まずいっすか？確かに俺とじゃ間が持たないですからね。すいません、こういう場盛り上げるの下手で。ああ、そういう意味じゃなくてね。そのもう少し経てば平気になるんだろうけど。ほう、なるほどね。黒タイツいいな。これ見えちゃう見えちゃう。マリさん誘ってんのか。あ、この間悪かったわね。いろいろときついこと言っちゃって。そうか、ああいうの気に病むんだこの人。考えてみれば、最初から分かってたけど、初仕事もいいところなのよね。バイトに言うことじゃなかったかもなって。今さら何言ってるんですか。マリさん入って3日目から企画書を書かせたくせに。あれは北原が出版社に入りたいって言うからだ。あんなサービスが受けられるなんて他ではないぞ。研修費をもらいたいくらいだ。はい、その通りです。だから今さらだって。本当にお前は理論武装だけは完璧だな。この半年でさらに鍛えられましたからね。海洋社でバイトを始めてから自分でも一気に学生っぽくなくなった気がしている。今までのファミレスや塾講師と違い、自分が受け取るメリットの方がはるかに大きくて、バイト代をもらうのが申し訳ないくらいに。いや、それはないけど、ここまでこき使われるバイト先も生まれて初めてだったし。まあでも実は叱ったことよりも励ましたことの方が痛恨で。ああ、恋の傷は恋で癒せってやつ。恋の傷は、あ、これ恋で癒せ。これでも名言だよな。恋の傷は恋で癒せ。できればあっちの方は忘れてくれたらありがたいかなって。確かにあっちの方は俺も思い出しただけで今ちょっと気まずくなった。その偉そうだった上に勘違いも甚だしい発言。でもさ、あの時その後は反省しきりで、自分の経験的にみたいなこと言ってたんだよね。さすがやっぱ大人の女性、いろいろあったんだろうな。マリさん気になるな。マリさんの過去、あれ、マリさんってでも別に北条府とか北条大を卒業してるっていうわけじゃないんだよね。まずい、酒の味がしなくなった。
きっと隣もそんな感じなんだろう。せっかく届いたビールに口もつけていない。いつもなら最初の一杯なんか10秒も経たないうちに2杯目待ちに移行するのに。ちょっといろいろオーバーラップするところがあって。あ、オーバーラップ？なんとなく言わずにはおれなかったと。やっぱ過去にいろいろあったんだ。知りたいなぁ、マリさんの過去。そうですか。オーバーラップって何と？なんて踏み込んだ話できるわけないけど、まだ。まだってなんだ？そんなわけで、忘れてくれるとありがたいんだな。お断りします。北原、でも確かに俺も恥ずかしかったですけど。待て、私は恥ずかしかったなんて言ってないぞ。恥ずかしくないなら忘れなくてもいいでしょ。恥ずかしくないわけがないだろう。なんだそれ。今だって顔から火が出そうだ。でも嬉しかったです。励みになりました。あの言葉があの時の俺を救ってくれたのは紛れもない嘘、偽りのない混じりっ気のない真実で、またこれからも時々励ましてください。普段のお叱りの10分の1くらいでいいですけど。今の俺がまだ彼女との対話を始めているのも、あの時のこの一言の暴走がきっかけの一つに違いないから。痛いなこの女とか。思ってないな。恋の傷は恋で癒せよってカッコつける上司ちょっと痛い。いやいや、痛くない痛くない、カッコいいっすよ。大人の経験から来る叱咤激励は大歓迎です。そんなに離れてない。いくつなんだろうな、マリさん。マリさんの年齢ってまだちゃんと明かされてないっすよね。気になるな、マリさん。気になることいっぱいあるな。何しろ俺の周囲は理屈ばかりで頭でっかちな理不尽や思い込みだらけの叱咤激励ばかりだし、俺も含めてだけど、人生経験の差ですよ。マリさんの場合1日24時間きっちり経験積んでますからね。北原も早く海洋社に入れ。同じ速度で人生経験積ませてやるから。就職先は一生のことですから、慎重に検討を重ねて熟考の上決めさせていただこうかと。本当に理論武装だけは。まあいいや、乾杯しよう。乾杯しよう。ええ、いいね、なんかいい空気。そういえば来る前に話してた件ですけど、本当に一発 OK だったんですか、俺の記事。一発 OK どころか大絶賛よ。大絶賛。私もこれは通るなって自信はあったけどね。カズさんの記事ですよね。随分と懐が深いんですね、向こうの編集長。編集長もさることながら、なんと株式会社東間陽子オフィスのお墨付き。すごい勢いで絶賛メールが飛んできたらしいわよ。絶賛メールか、絶賛。何でも向こうから届いたメールのタイトルが笑い転げすぎてお腹痛いだったんです。ああ、やっぱちゃんとカズさんのことをなんか包み隠さず知ってることを全部書いたのが良かったんだろうな。間違いない、社長本人からだ。あ、お母さん目線で見て面白かったんだ。なるほど、トーマヨーコ。うーん。それ本当なの？ちょっとこれメンバー全員が一人の女の子と関係持ってたって。柳原の話じゃねえか。サークルクラッシャー柳原。俺を除く全員です。そこ重要ですから。で、結局北原一人に？いや、部長と二人だったんですけど、でも二人ともギターだったんでどうしようもなくて。だから一月前にメンバー探し。なんかどっかの青春バンド映画みたいね。確かに青春だったな。そんなかっこいいものじゃないです。俺ですらもともと補欠のはずだったし、その時点でギター始めて半年ですよ。へえ、それにしちゃ様になってたじゃない。そっか、もう映像見てんだもんね。そこから特訓したんですよ。最後の一週間なんかほとんど寝てなかったな。あんたって一夜漬けの天才？ほんとよく徹夜すんだよね、この男は。違います、俺が天才なんじゃなくてコーチが天才だったんですよ。コーチ？ギターもベースもサックスも何でもうまい、ものすごく厳しいやつがいまして、うん、あ、すいません、同じものをください。喉を滑り出ていく言葉と、それとは逆に喉を焼きながら流れ込む酒がお互いを癒してくれて、なんだか気持ちいい。隣の人とは違ってペースを守り、きっちり限度内で飲んではいるけれど、今日はちょっと回る方だけが早いかも。ねえ北原。なんです？俺の初めての原稿が乗るから。溶けかけた雪が夜に凍結して、前よりも固く凍りついてしまったけれど、そこにまた冬の優しい日差しが降り注いでくれたから。それとも、それが東間和さん。お、はい。あいつのことを思い出すことが今までよりもなんだか痛くないから。どんな子だったの彼女？踏み込むね。あ、いや、いいや、ごめん、そ
そんな深い話できないよね。バイト先の上司なんかに傷物にした話になっちゃう。うん、いいですよ、そんなに気を使わなくて。もう終わったことだって言いましたよね、北原。それにこの線引きが俺の口を逆に軽くしてくれる。ボーダーという言葉の意味すら知らないどこかの後輩に爪の赤を煎じと飲ませてやりたい小春ちゃんか。ほんと厳しいやつでした。厳しさだけなら今のマリさんに匹敵するくらい。そこで私を引き合いに出さなくていいから。そういえばちょっと似てるかな。私に上等手段使ってどうする。あーでも確かにマリさんとちょっと似てる。そうでもないか。あいつの場合音楽以外は欠陥品もいいとこだったし。私だって仕事以外は欠陥だらけよ。ほう、なんだろう。でかい家に一人暮らしで散らかし放題。住んでるところは小さなマンションだけど散らかし放題は同じかな。そうなの。帰っても寝るだけだから洗濯物が溜まっちゃって。溜まっちゃってる洗濯物を買い取ります。俺カズサのこと他の女の人に話してる。食事はコンビニかファーストフードばかり。最近はちょっと贅沢に超絶バーガー頼むこともあるけど。超絶バーガー、あれ出てくるのに時間かかるのが難点ね。ヤックですか。以前は思い出すことすら苦痛だったのに話すことなんか罰としか感じなかったのに。やっぱ似てるじゃないですか。かもしれないわね。説教しましょうか。説教よりも掃除して洗濯して食事作ってくれる方がいいの。ほう、最近俺の周りそういうことを平気で言う女性が多いんですけど、これは全国的な傾向なんですかね。へ、あ、動揺してる。だから今女の子の面倒を見てるんだ。え、何よ、あんたも結構やることやってんじゃない。やることって一緒に住んでるの。これ泉のことね。いや、それは単なるレポートの手伝いで、住んでるわけでもそういう関係なわけでも。ねえねえ、今度はそっち詳しく教えなさい。踏み込んでくる。レポートってことは同じ大学でしょ。どんな子。マリさん実はよって。ああ、いけないんだ。来た。豊島女が若い子くどいてる。なんという青たがい。ついに登場。待っていたぜこの時をよ。豊島、そこに食いつくのかよ。ちょっと、なんでそこに反応するのよ。あ、いきなり背後からかけられた声の俺の反応はマリさんにとって満足のいく内容じゃなかったらしい。おお。あら、マリの奴隷のバイト君。ちょっと予想外のビジュアルが来た。こんなド派手な人なんだ。マリさんの友達っていうからなんとなくこう似た感じの人かと思いきや、真逆の赤スーツのピンクふわふわ金髪くるくる、すごい人来たな。この人が沢子さんか。マリさんの。はじめまして、雨宮って言います。マリがいつもお世話になってます。雨宮沢子さん、あの小春ちゃんのエンディングの時にさ、これもあのスタッフロールで反応しちゃったのが、そのキャストさんが確かあのトゥーハート2のサンゴちゃんの声優さんなんですよね。すごいな、全然違うな。アンバターって言わないの。渡された名刺には大手旅行代理店の社名とちょっと偉そうな役職と雨宮沢子という字名が印字されていた。へえ。いえ、こちらこそ初めまして、北原春樹って。世話してるのはこっちだ。すいません。だからなのか何なのか、せっかくの親友の到着にもマリさんはふてくされたように振り向き返りもしなかった。自分で呼んだんじゃなかったっけ。マリさんと沢子さん。へえ、高校時代から。うん、10年来の親友。昔から暴風コンビなんて呼ばれちゃってね。暴れてたの何、元ヤンなの2人。なマリさん元ヤンだったんですか。暴風コンビは。風岡と雨宮という姓だけじゃ暴はつかないよな。あ、風と雨で暴風。あ、でも暴確かにな。デタラメ言うな、知り合って10年も経ってない。ん、あ、そうか、あ、そうか、高校時代に知り合って10年ってことは高校時代から。高校何年の時に知り合ったんだろう。しかもマリさんはさっきから微妙にツッコミどころがずれている。そうやって年食ってることを隠そうとするか。どんどん深みにはまるのよ。
事実を言って何が悪い？そういえば北条なんだって？しかも純粋培養の。あ、北条。いや、本物の純粋培養は幼稚園からで、俺は付属からですから大したことは。大体深みにはまるってどういうことだ？私は今まで一度たりとも年を偽ったことなんかないぞ。めちゃくちゃ気にしてんじゃん、年齢。さらにマリさんはさっきから微妙に会話に参加していない。ねえ、もしかしてお坊ちゃん？実家が大金持ちとか？お坊ちゃんだったらバイトなんかしてません。それに親はごく普通です。実家はどうだか知らないけど、どうせ無関係だし。うん、やっぱ若い子はいいな。あら、うちの職場なんか男はみんな三十を食べられちゃう。さわこさんに食べられちゃう。はあ、テンポの速い人だな。10秒ごとに話題転換してるぞ。その代わり考え方が年食ってるわよ。年齢の話ばっかり。マリさん、何なのその、ずっと年齢引きずってるっていう。見た目良ければ全て良しじゃない。見た目だって大したことない。いや、なかなか、なかなかでございますよ。すいません。またまた、マリってば理想高いふりしちゃって。お互い完全に合格圏内じゃない？合格圏内なんすか？合格圏って何の？いや、なんとなく想像できるけど、それで正しいのか？自分の趣味を人に押し付けるな。あんたの趣味なんて手に取るようにわかるわよ。伊達に10年も付き合ってきてないって。あまり恥ずかしいことを大声で言うな。まだ9年と。9年か、なるほどな。知り合ったの高2でしたっけ？それから9年ってことは、それから高2の頃に知り合ったの？高2って16歳と17歳ぐらいってことは、今25、6歳ってことか。なるほどな。いや、若いじゃん、全然若い。一作目の弥生さんもそのぐらいだったっけ？25、6歳。うん。何計算してるんだ。あ、ごめん。めっちゃ計算して考えちゃった。26歳かな、26歳っぽいな。この一歩アラサーに足踏み込んでますっていう感じがいいな。マリさん、26歳ってことでお願いします。すいません。だって一度たりとも年を偽ったことがなくても、一度たりとも年を教えてくれたことも。はあ、呼ぶんじゃなかった。サワコ、もう帰る。サワコさん、何よ。マリがどうしても来てくれって泣きそうな声で頼むから、帰って泥のように眠るのを我慢してやっとのことで駆けつけたっていうのに。サワコが来る前に状況が変わったんだ。今はただ邪魔なだけ。マリさん、それはあまりにも。何言ってるんだ北原。こいつは今嘘をついたんだぞ。私が泣きそうな声なんか出すわけないだろ。どっちでもいいですから、そんなこと。とりあえず落ち着いてください。ほら、北原くんだって私の味方だし、帰るのはあんたの方なんじゃないの、マリ。どういうことだ北原。お前、私が今までどれだけ手をかけてやったと。そういう問題じゃないことに早く気づいてください。いいね、沢子さん、濃いね。キャラが濃い。ん？パッポパーン。あ、なにこれ、バッティングセンター来た。よし、すげえ。また振り出し。バッティング、野球好きなの沢子さん。もしかしてマリさんもやってんの？あ、それで暴風コンビなのかな。いい加減しつこいわね。さっさと負けを認めればいいのに。マリさん、どうしてこんなことになってしまう。どうしてこうなるんだろう。はい、これで3対3、決着は持ち越しね。よく酔った状態でバッティングセンターなんか行けんな。今度こそ決めてあげる。酔ってるからこそなのか。意外な。あ、かわいい。なにこれ。いいね、マリさん。いや、これはマリさんいいスタイル。これ不死だらなバッターやで。マリさん、これいいね。マリさん、バーで言い争いになった二人はいつもので決着と言い出すと、いきなり近くのアミューズメントビルに場所を変えた。へえ、野球好きなんだ、意外。その時、勝負とはダーツかビリヤードあたりだと考えた俺は、その判断が相当に浅はかだったとすぐに思い知らされることになった。しかもいつもってことは、
結構やり慣れてる。結構打てるんだね。お疲れ様です。コーラ飲みます？ありがとう。気が利くな、春樹くんは。そんな奴の肩を持つなと何度言ったらわかるんだ。北原、お前来週から覚えておけよ。意外とスポーツできるんだね、マリさん。さっきマリさんに同じことしてたじゃないですか、俺。なんて両天、これは間違いなく修羅場のよ。マジでここで三角関係になっちゃう。沢子さん、ちょっとこれ大人の女性に寄られちゃうよ。食べられちゃうよ。あ、本気でへこんだ。なんかごめんね、暴風コンビ。これかわいいなあ、マリさん。二人が当然のように押したエレベーターのボタンはバッティングセンターのある最上階。そこで当然のように千円札を5枚のコインに変え、何本もバットの重さを測っては慎重に選び、いい音鳴ってるよ。しかも結構、現在のところホームラン数は3対3のタイムスコア。普通狙ってもなかなか当たらないんだけど、すごいな。惜しい、あと1メートル。左右にブレてきたわね。そろそろ限界じゃない？この二人、明らかに手慣れていた。ああ、おいしい。真冬に一汗かいて飲むコーラは別格。これで外出たら思いっきり凍えるのよね。その時の骨身に染み具合がリアルに想像できて、俺は思わず体をブルッと震わせた。カンカンいい音鳴ってんな。そんな俺の目の前では、スーツ姿の凛々しいマリさんがヒールの軸足をきれいに回転させて、何度も鋭い打球をセンター返ししている。はあ、不思議だらなバッターやで。なぜならそこにホームランの的があるから。にしてもあれだけ飲んでおいて、よくここまで激しい運動ができますね。うん、二人とも運動神経抜群だったのよ。ああ、ソフト部の助っ人とかにもよく借り出されたんだから。なるほど、ソフト部の助っ人。へー。ただ私たちが同じチームに入ると、なぜかチームワークが乱れたから、あまり結果は良くなかったんだけど。喧嘩しちゃうんだ、そこで張り合っちゃうんだ。今みたいに張り合うからじゃないですか。大した意味もなく、いつもほんの少し先を行かれたのよね。へー。テストの順位も、合格した大学の数も、あと告白された回数も。そこ詳しく。最後気になるね、告白された回数。それ俺に喋ったこと知られたら後で怒られません？高校時代のマリさんか、気になるな。回想シーンとかで出てきてほしいな。さぞかし活発で凛々しくて容赦なくて、男子たちに恐れと憧れを抱かれていたんだろうな。なんだそれって今と同じか。少しくらい恨み晴らさせてもらってもいいじゃない。今度は彼氏の年齢でも先を行かれたんだから。あら、彼氏呼ばわり。え、そうな、ん？マリのことよろしくね。やっぱそれか、さっきの違和感は。あいついいやつなのよ、ムカつくけど。可愛い女なのよ、やってられないけど。やってられないけど。だから捨てないでやってね。いきなり親友公認の彼氏になっちゃったよ。いや、あのですね、なんだか激しい誤解があるみたいなので、マリさんの名誉のために言っておきますが、俺別にマリさんと付き合ってるわけじゃないの。ないのも何も、どこからそういう話が出てきたんです？まるで脈なし。春樹くん、マリのこと彼女とか全然思ってない。いや、だから俺がどうこうという以前に。あいつの空回り、一人相撲、痛い勘違い。勘違いなの。これなんだろうね、事前に、なんだろう、沢子さんに話してたのかな、春樹くんのこと。違いますって、最後まで話を聞いてください。本当に親友なのか、この人たちは。だから天宮さんが誤解してるのと全然逆なんです。釣り合わないのは俺の方です。マリさんが俺に興味なんか持つわけないです。親友だからそれくらいわかるでしょ。わかんないけどな。
天宮さんはあからさまに面白くなさそうな表情で俺の話す事実を受け入れがたそうに聞いている。だいたい俺みたいのと一緒にいたらマリさんの価値が下がります。彼女は職場でどれだけ尊敬されてるか知ってますか？価値なんてマリが決めることだし、仕事上の立場と恋愛上の立場なんて何の関係もないし、そもそも客観的に見て不釣り合いだと思わないけど。マジっすか？それどころかまるっきり受け入れる気はないらしい。ただの大学生ですよ。同年代からしてみたらうまいことやりやがったなこの野郎よまあ野郎じゃないけど。マリさんは若さだけで相手を選ぶような資料の浅い人だと思いません？もちろんその通りよ。その上でマリはあなたを選ぶと思うんだけどな。だったらえ？マリが大学生の盲目的に惚れたあいつに釣り合う男か。酔ってんのかな俺ついちょっと沢子さんが魅力的なことを、もうマリさんが俺に惚れてるみたいなことばっかり言うから一瞬視界がねグラッとグラッとしちゃったよえ？あいつの仕事っぷり知ってるんでしょ？あいつの人を見る目の厳しさ知ってるんでしょ？それは、はい。だからマリがあなたを認める以上あなたの言葉は信用できないな。そして繰り出された雨宮さんの反証は、それはもう力技もいいところだったけど、なんというか無理やり口をつぐまされるような問答無用のパワーを秘めていた。言ってることは全然納得できなかったけど、それに顔とか性格とか立場とか年齢とかそんな分かりきった理屈じゃないんだって、男と女なんて。なるほど。そういう経験ない？それでも最後の一言だけは俺の反論しようとする気力を根こそぎ折ってしまうのに十分な説得力があった。だって俺の周りには昔から趣味の悪い人たちがいた。打ったね、あなたのハートにホームランそういうことね。暴風コンビーナ、あー久々に運動した、ちょっと気分悪い大丈夫、吐いちゃう。当たり前です、あれで悪酔いしないのが奇跡ですよ。結局ホームラン競争は6対5でマリさんがほんの少し先を行った。なんかいつもこの2人はマリさんがちょっとほんの少し先を行くってのはなんかねキーワードになりそうですね。ほんの少し先を行く、うん、覚えておこう。で結局勝負がついたことに満足した2人はお互いが何をいがみ合っていたのか忘れたかのようにあっさりとじゃあねで別れてしまった。やっぱり親友同士ということか、昔のヤンキー漫画みたいだね。今日から俺は三橋伊藤の関係ですですね。これはね、女同士の醜い争いを見せちゃって気にしてませんから。驚きはしましたけど相当。ごめんね、あいつ子供みたいでいきなりびっくりしたでしょ。俺が驚いたのは初対面の女性の子供っぽさじゃなくて初対面じゃない女性の大人げなさです。ああ。やっぱり心当たりがあるらしくマリさんは指でポリポリと頭をかいた。俺がマリさんに対して説教がましい態度になってしまうなんて、これが酒の恐ろしさってやつなのか。足取りとか見てるとちっとも酔っているようには見えないけどな。最初は北原と二人きりなんて気まずいかなと思って騒ぐんだけど、うん、そんなこと言ってましたね。そしたら予想以上に北原と話が弾んじゃって、これが結構楽しかったのよ本当。どうも。やっぱり軽く酔ってんだろうな。そんな時空気読まずにいきなり割り込んできたから、なんだか沢子のこと邪魔に思えてきちゃってやたら年齢を気にしてたのは何なの？これでまた素面の時と顔を合わせたら今度は今日のことを思い出して気まずい思いを抱えてそうだ。そういう態度取るから沢子さんに誤解されるんですよ。沢子さん？そこ雨宮さん。いかん、別れ際無理やりさせられた私もマリみたいに名前で呼びなさいという約束律儀に守ってしまった。北原ってああいう女が趣味だったのか？やめといた方がいいぞ。いくつ上だと思ってる？めちゃくちゃ年齢気にしてるよねマリさんと同い年ですよね。え？
何を誤解されるって？天宮さん、とんでもない勘違いしてましたよ。後でちゃんと訂正しておいた方がいいと思います。話をそらしてるとは思って話してくるとは思っていたけど、一時一句想像した通りのそらし方をしてくるとはさすがに思わなかった。だから何が誤解で勘違いだと？彼女、俺がマリさんの彼氏だと思ってました。思わせておけばいいの？やっぱり軽く酔ってんな。ひどく酔ってんな。信用騙したままでいいんすか？じゃあ、え、騙さないように事実の方を合わせちゃえばいいんじゃない？これでまた素面の時に顔を合わせたらいきなり真っ赤な顔をして解雇を宣告したりしないよな？嘘よ、沢子だってちゃんと分かってるって。そんなことあるわけない。だといいんですけど。あいつ北原のことからかってたのよ。にしても大胆なこと言ったよ。今頼めたから思わず舞い上がっちゃったんでしょ？だとよくはないですけど、結局親友同士の認識の溝は埋まらずか。今のマリさんの言葉をそのまま沢子さんに伝えたら、彼女はきっと舞い上がってたのはマリの方と言い、そしてまた低レベルの争いに発展するだろう。さてと、どんどん野球が甘くなっちゃうよ。ここで解散しましょうか。始発まであと30分くらいありますけど。まあもうでもそんな時間なんだ。4時、5時ぐらい。私はタクシー拾って編集部に戻るわ。今からですか？さっき鈴木にメール入れたら元気な泣き言が返ってきたからね。酒飲んで弾打った後に仕事に行くの すごいな。ならもうこの話はここまでにした方がいい。俺は何も聞かなかったことにして、また来週もいつも通り顔を合わせればいい。ねえ北原。はい。私の打ち上げに付き合ってくれてありがとう。今度は私があいつらを打ち上げてやらないとね。マリさん、気をつけて帰るのよ。じゃあね。いいイベントだった。これを見逃してたのか。だって当たり前だろ。何沢子さんの罠に引っかかってんだ。マリさんの言う通り俺はからかわれてたんだ。きっと沢子さん、たまに若い男と飲めたから思わず舞い上がって。それはそれでいくらなんでも失礼だよな。暴風コンビ、沢子さんが思った以上に濃いキャラクターだったので一気に気になってきたな。これで日付が変わって、一気にスキップまでいけちゃうか。とりあえずじゃあ今回ここまででいっか。もういい時間になってしまった。いや本当にこのイベントは見とかないといけないやつ。沢子さん初登場、そしてなんかマリさんもグイグイ来るし、年齢も26歳だと確定しました。25、6、いやまあ26でしょう。26にしましょう。はい。いやいいね、マリさんね。やっぱスーツ姿でお酒で隣に座ってるのもいいけど、スーツ姿でバット構えてるっていうのも、あれすごい良かったな。どっちをサムネイルにしよう。でもバットの方がね、性癖に刺さったな。あっちサムネイルにしちゃおう。よし、じゃあ今回はここまでですね。次回も引き続きですね、選択肢を間違えないようにして、沢子さんじゃない、沢子さんルートじゃないんだよ。沢子さんルートはないでしょ。あったらあったでやりたいけどね。はい、マリさんルート進んでいこうと思います。以上です。ご視聴ありがとうございました。